何このドア。はい、軽音部へようこそ。うわ、昔の私だ。懐かしいな。てか、若っ。軽音部のラジカセ。さあ、6時になりました。軽音部のラジカセ、部長のミカボーです。こんばんは。昨日の夜は雪がすごくて、あ、ここら辺、あ、うちら辺、え、みんなのあたりも すごかったんですけど、でも前よりね、前もって雨が降ったからかしんないけど、結構バシャバシャで、朝8時に起きて雪かきしたんだけど、車で出てくるのに、出かけるのにさ、昼間うちの旦那が店行かなきゃなんなくて、いろいろ店の連休で、いいかそんな話はいろいろやるのでね、その打ち合わせがあるんで行かなきゃなんないで、雪があるとあれだからって朝から雪かきしたんだけど、あ、だからだ、腰が痛いの、なんか腰が痛いなって今思ってたんだけど、そうなんですよ。それと午前中もうお昼近くかオリンピック見ててさ、もうさ最近オリンピックばっかり見てるんだけども、ハーフパイプね、本当にね、あれはね、もうあとちょっとっていう、あ、3回目っていうところでさ、平野歩夢選手の3回目っていうところで、うちの旦那が出かけるって言い出して、うわー、3回目じゃない、みんなが3回目やってる時にそう出かけるって言い出して、時間がそんな時間だったんで、うわーって車でもうスーパーの駐車場で見てたの、ハーフパイプ。したらさ、何あれ、3回目の時にちょうどさ、平野選手が始まる前で天気予報になっちゃってとか思って、もうなんか温まっちゃってスーパーに買い物行っちゃって、で帰ってきて車乗ったらなんかニュースで金メダル取りました。なんかこの一緒に盛り上がれない悔しさみたいな、そんな感じの今日ですなんだそれまあいいか、そんな感じでした今日は。今週はベイスティーローラーズとか そこら辺やるっつってそこら辺を持ってくるっていう感じだったんですけども、今日持ってきました。はい、でメールは4時までで締め切っています、いつもの通り。一応いつも言ってないけど言っとこう。メールアドレス mikabow@kfm789.co.jp です。メールをいただけると来週に回ります今からと来週に回りますそんなわけで、さあ、今日も元気に行ってみたいと思います。なんか変な入り方だけどもね、はい。ツイッターのハッシュタグシャープ K ラジ789、放送中にツイートしてみてください。楽しい仲間たちが集っていますので、シャープ K ラジ789です。ぜひぜひお楽しみください。それでは今夜も2時間の生放送スタートいたします。さあ、お届けした曲、モンキーズのテーマ、ザ・モンキーズ、それからバスターで素敵なサンデー、そして2人だけのデート、ベイスティーローラーズ、3曲続けてお届けいたしました。今日はここいら辺をちょっと持ってきたんですけども、時系列からいくと、ビートルズがいて、でビートルズみたいな、アーティストを育てようとして、よく知らないけどね、おそらくそんな感じだったと思うんだけど、モンキーズをアメリカがぶつけてきてでモンキーズはその時に、モンキーズの後に、ベイスティーローラーズとかが出てくるんだよね。だけどモンキーズは70年ぐらいで結構下火になっちゃったんだけども、ベイスティーローラーズとかが出てきて、自分の年を考えたね、小学校の時とかよく考えてみると、その後にモンキーズが、リバイバルでドラマを再放送とかテレビがされて、モンキーズショーだったかな、かなんかが学校から帰ってきて夕方見たと思うんだけども、それが出てなんか変な流れでモンキーズがドンってきたんだよね。
それは日本の話なんだけども、そんな感じだったんですね。そこに絡んでくるのが結局ベイシティローラーズがとかバスターとかあの辺があった頃にレイジーを大阪から釜安さんがこう呼んで、でレイジーは不本意ながらベイシティローラーズ的な感じに売り出されたっていう話だと思いました。はい、そんな感じだったと思いました。はい、そんなわけでまあモンキーズはね、あのモンキーズでしょ。で、アメリカのポップロックバンドで、まあ、一応ロックバンドなんだよね。で65年ぐらいだからビートルズのに絡めてちょっとあとぐらいな感じなんだけども、そしてバスターはベイシティローラーズっぽくベイシティローラーズが当たってるから、じゃあもうちょっとまたやってみようかって感じで一発やったわけじゃないけども、お菓子の CM かなんかでその後なんかごたごたあって解散しちゃったかなんかなったと、契約解除かなんかそんなになったんだと思うんだよね。バスターがリバプールかなんかで、ベイシティローラーズは、まあ、あのスコットランドのベイシティローラーズでもうみんなが知れたところなんですけども、そんな感じだったと思います。はい、メールも読みながら行こうねなんかね、あの記憶をたどりながら意外とあのネットとかで調べると結構そうじゃないよなとかいい加減なことが書いてあったりとかするので、そうだったなっていう記憶をたどりながら喋ってるんですけど、結構小学校中学校交じりだったからうーんっていうところもあるんだけどね、そうじゃないよっていうのがあったら言ってください。はい、で今ツイッターの方で、このタイミングで、転校したいと思います。ハピカさん、ドテピー、パメさん、レオ隊長、ユウスケ、金堂ちゃん、熊本リンダ兄貴、八ヶ根バナナ、五郎さん、市川暮らし、あれ市川暮らしなんて呼ぶんだったっけ、なんだっけ、イッチーじゃなくてなんかそんな違ったっけ、イッティーじゃなくてなんだっけ、ロコさん、ナリコちゃん、カーコさん、冬姫先生、タイピエンコちゃん、タカツー、それから田中ちゃん、旅好きのお主人、しょうこさん、リュウイちゃん、ロビタ、リーゼントマン、日の国美咲ちゃん、タイガー、タカコ姉さん、バルコちゃん、青空ちゃん、山野ちゃん、ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。さあメールいきなり、南千住キットを久しぶり、美香さん、リスナーの皆様こんばんはやもめ暮らし丸4年の落語者です今忍ばずの池のほとりでメール書いてます。寒くて乳首立ちっぱなしですなんか寂しいなそんなことよりミカさん復活おめでとうございます。時々しか聞けませんがずっと元気でいてください。リクエストはタイマーズの FM 東京でお願いいたします。かけれるかよかけれないだろもうね、ありがとうございます。絶対無理なリクエストをしてきてくれたね、ありがとうそれからこれはキクスイのコーピードン、今週は久しぶりの金曜日なので久しぶりに番組にメッセージば出そうと思っていたら締め切りの4時過ぎちゃった。あ、4時過ぎたんだ、あ、これ4時5分だ、読まなきゃよかった、あ、違うかうわーん、放送中静かに聞いてます。今日はとても気持ちいいお天気の熊本でした。洗車したし心もピカピカ、頭はふさふさ、今日も絶好調ですキクスイのコーピードン、ありがとうね、それからこれはタカコ姉さんです。ミカボ組長ハロー、86番の立山のタカコよ今日はちょっとね恥ずかしいよね、なんか今日は毎年隣の市で開催される青少年健全育成柔道大会がコロナ禍で2年連続中止となり、タカコに審判要請がなかったから今日は町内の若い衆に集合かけてゴミ拾いしたのよ。キャハ、もうビール飲んで気持ちいいからキャロル・ルイジアナをヨロピクこれは、また今度リクエストです。姉さんごめんなさいキャロルあたりはしょっちゅうかかるから、うちの番組もうちょっと待ってて。さあじゃあちょっと曲をかけよう。
じゃあね、次はね、次も2曲続けようと思ってます。フリントロックとロゼッタストーン、2曲続けてお届けします。あれ、ちょっと待って、準備してない。はい、 OK。 さあ、フリントロック、青春の夜明け、それからロゼッタストーンで2人のパラダイスお届けいたしました。いやー、ここ30年でこんなかけてんだ、ゴロさんと私だけだってゴロさんが言ってたツイッターの方で確かにあんまり聞かないよねこの辺は。モンキーズとかベスティローラーズは聞くけど、ロゼッタストーンとフリントロックはかかんないだろうきっと他では需要がなさそうなんだけどね、ツイッターの方、リッちゃん、闘牛士のマンボ、東京運河、コータ88、ポムポムちゃん、シオちゃん、浦和のうなぎ日記、なんちゃって警備員、チャカチャカ、長島は競争なんかと違います、スプーンアリスさん、あ、スプーンアリス、関さん、ありがとうございます、ご参加ありがとうございます。呼ばれてないとか書いてあったけど、よくあること関さんがよくあることって書いてあった、フリントロックですけども、フリントロックは、イギリスのやっぱりなんか子供向けの番組からに出て注目を集めて出てきたバンドなんですけども、それからロゼッタストーンはイアン・ミッチェルが、ベイシー・ロラドのイアン・ミッチェルが出てから結成したバンドなんですけどね、そんな感じなんですよね、北アイルランドのね、そんな系ですね。リクエストもいただいてるんですけどもね、あ、ゴロさん、ミカボ部長、ミカミカマニアの皆さんこんばんは部員番号563番のニセヤマちゃんことゴロさんですよ。ニセヤマちゃん、初めて行った海外アーティストの来日公演はベイシティローラーズでした。忘れもしない76年12月20日へえ、武道館でした。客席のほとんどは女子、その中に中学1年生の小柄男子が1人、お姉さんたち缶バッチくれたりよくしてくれました。ローラーズの演奏は黄色い歓声でほぼかき消されてしまいましたが、あの雰囲気を味わえたというのは貴重でした。なるほどね。その後バスター、デッドエンドキス、ハロー、フリントロックなどローラーズのアリューが多々出てきましたが、ハローは好きだったなというゴロさんです。ありがとうございます。その当時、あ、その当時かな、私は最初に連れてってもらったのが、その当時じゃないか、もうちょっと前かな、フィンガーファイブフィンガーファイブのコンサートに最初に連れてってもらった。そう、洋楽じゃないじゃんってか海外アーティストはね、海外アーティストは意外と行ってなくて、そうだな、うちね家庭が結構厳しかったもんで厳しいかどうかわかんないけど、あんまりねライブとかねコンサートとかね、あんまね行けなかったっていうか、許してもらえなかったっていうかね、まあ、ね、三郷あたりの八潮あたりの田舎だったからさ、あんまりねいいって言われなくて、プロレスは行ったよ、女子プロは女子プロはもう体育館見つけりゃ草加とかね、越谷とかね年中行ったんですけど、プロレスとね、あとあれはよく行った、土佐犬のねなんかね、刀剣なんか近所によく来てて、土佐犬のなんか多分その人がいたんだろうね、なんか見に行ってたかな、うん、だけどコンサートはなかなか連れてってもらえなくて、外国人のアーティストは最初に行ったのがスティービー・ワンダーかな、結構大人になってからですね、うん、そうなんです。はい、そしてラジオネーム J、先週仕事が暇やとぼやいたばかりですが、昨日職場の事業主から俺濃厚接触者らしい、当分休みやからな、また連絡するわ、調子悪いと思ったら医者行きやと電話があり、また休みが増えてしまいました。めちゃくちゃ仕事好きというわけでもないですが、正直ええ加減にせよと参っています。そうだよね。でリクエスト、アクション、
メタルか。メタルはないぞ、なかなか。メタル誰だっけ好きだと思う。メタル好きが熊本の方にいるんじゃないの。男子メタル好きだよね結構ね。あのどっちかというと今日はあの同年代女子寄りの選曲でやっておりますが、すいません J。 熊本の方にメタル好きがいたはずなんで誰だったっけ。、ね、その辺でこの人だって言い合ってください。それからじゃあそろそろ、あ、そうか、それか、金堂ちゃん、金堂ちゃんね、リクエスト、松山千春青春セカンド、あ、これ懐かしいな、聞きたいなと思ったんですけど、また今度リクエストです、ごめんなさい。みーちゃん部長、お集まりの軽音部員の皆様、コモエスタ、よその番組だ。本日もよろしくどうぞ。あ、書き直し書き直し、ん、今書いてた文章は削除して新たに書き直し。痛いのよ痛いのよ痛いの玉が。なんだこれ。座椅子に座ってメール書いてて、座椅子の左横ちょっと透明なところにあった予備のタバコを手を伸ばして取ろうとして体をひねったら太ももに挟まれて玉ぐり。わからないよ私は、そのぐりは。これが痛いのなのでたまにやっちゃうのよね、玉だけに。くだらねえ。部長も経験あるでしょ。ないよ。というわけでリクエストはハニーナイツでおーちんちん、嘘です、青春セカンド。誰かさっきもハニーナイツいたな。ちょっとということで、また今度リクエストです、金堂ちゃん。それはないよさすがに、グリの経験は。うん、あのね、町屋のね、言ったっけ、町屋のねフィリピンパブでね、あの前にうちの旦那とか何人かとね、仕事終わってから行った時にね、あの胸触られてね、シリコンどのくらい入れてんのって聞かれたことがある。あのフィリピンパブじゃない、フィリピン人のオカマバーだから、違うよって言ったんだけど、こいつよくよく考えてみりゃ男かってなんかすごいこうねえ、わしづかみにされちゃってちょっとイラッとしたんですけど、まあいいか、それはある。うん、下の方のグリはないから。ないです。さあ、じゃあここで一旦 CM です。しょうもない話。一旦 CM です。いや、この頃はね狂ってたよ。本当に今もね熱唱してたけど、いやー、もうね、基本的にこの方々はディープパープルとかが好きで、その、まあ、最終的にはラウドネスとかね、そっち方向に行くんですけども、ネバーランドとかの方に行くんですけども、レイジーが好きだったね。あのやっぱりもう家にねでっかいポスター貼ってあって、でさっきちらっと見たら、あの熊本リンダ兄貴が、赤ずきんちゃんご用心をバンドでコピーしてて、今でもベース弾けます、もうベースが大好きだったの。ね、それこそさ、ほらポスター貼ってジュリーじゃないけど、ベース大好き。ね、本当にねファニー大好きだった。いやーね、これでさ今日あの選曲するんで YouTube とかも見てたんだけど、ずーっと見ちゃって画像保存しちゃったりとかして、もうなんか待ち受けにしようかとか思って。本当にね、なんか戻っちゃった感じで、小中学生に戻ってしまった感じなんですけどもね、あの中学校で横浜銀杯とかに出会う前はね。だ中学校1年とかその辺だよね、小学校の後半とかそんな感じでしたね。もうレイジ大好きで。冬姫先生から、思ったよりも雪が積もらなかった我が家周辺です。でも踏みしめられた雪がカチコチに凍って傾斜がある。展示ブロックの雪をほぐすのが大変でした。あー、そうか、そうだね。で、赤ずきんちゃんご用心。この歌がヒットしなければ契約打ち切りだったとか、そんなエピソード聞いたので覚えています。そうそうそう、その前に2曲ぐらい、ん2曲、赤ずきんちゃん3曲目だったかな、あの Hey I Love You とか何曲か出してて、
それが売れなくて、私は好きなんだけど売れなく鳴かず飛ばずな感じで、赤ずきんちゃんが不本意ながらドーンっていった曲なんですよね。はい、そうね、ゆうすけ、ゆうすけもリクエスト、赤ずきんちゃんご用心。どうも、会社でゴキブリが出現した際に素早く近くに寄り新聞を丸めた女子社員に間違えて引っ張られているソフトエロ会員、会員ナンバー7番のゆうすけです。ソフトエロ会員ナンバー。部長、手下の皆さんは3連休はどうお過ごしでしょうか。私はソフトエロ部として友人に送るはずのいやらしい壇蜜さんの写真を家族 LINE に間違えて送り、奥さんと娘から LINE をブロックされました。めげずに連休を楽しみたいと思います。よろしくお願いします。ゆうすけ何やってんだよ。そういうの家族まずいよ。ブロックされたって。それから、これトラック山ちゃん、今宵もよろしくお願いいたします。あ、待って、コナさん民番は、はい、トラック山ちゃんですよ。おマットさんでした。本物の方ですよ。今宵もよろしくお願いいたします。4月に腎臓内科を受けることになりました。腎臓の数値が悪くなって悲鳴を上げているそうです。うん、日頃から食事運動療法をしていたのですが爪が甘かったみたいですよ。爪が甘い、そうか、シャコの爪だね。シャコの爪は甘い。アナゴの爪も甘い。あ、タレね。どうでもいいか、ごめん。、赤ずきんちゃんご用心、トラック山ちゃんリクエストありがとうございました。そんな感じで、レイジーをパンパンとかけてみました。まあ、レイジーかけ出したらキリないんだけど、ね、止まらなくなっちゃいけないんで、レイジーばっかりっていうのもできるけどね。うちにあるからばっかりもできるんだけど、ちょっとねそれはくどいかなとか思って、なんか機会がある時に、ベースの誕生日とか命日とかにやるか。夏場なんだけどやろうかななんてちょっと考えたりしてます。ラジオネームさちみさん、金曜日が祝日なんて、そして何の予定もない、あえて入れない休日、がっつり部活動できるとワクワク、こんな時に王子をゲストに呼んでほしい。ちょっと今無理ですね。2月に入り生活を立て直そうと思い、少し疲れていた SNS 関係を離れ、平日は焼酎少なめ、少し勉強&読書、日付が変わる前に就寝、顔中にできた赤い斑点のじんましんもようやく引き、やっと変わり映えしないお化粧もできるかなと。うん、本当に年明け1ヶ月で半年くらいの出来事がありすぎて心身喪失でしたが、この2月から自分自身の新たなスタートとしてゆっくりと歩いていこうと思っています。ということで、始まりの予感安藤秀樹王子リクエストだったんですけども、なんかね出かけちゃってんだって。部長すみません。リアタイするつもりでつまみも買い込んだんだけども、ライブがあって突然出かけることになったというので、じゃあまた今度リクエストにしてやろうっていうね。ゆっくり聞けるときに、じゃあさちみさん、またかけたいと思います。で、今年の目標は部長の店で酔いつぶれる場所を教えてください。いや、北千住です。すぐ分かるよ、すぐ来るとき言ってください。付き合って飲めないからな、残念だな。ロビタがリクエスト感じてないとだったんですけども、レイジーのちょっとまた今度になりました。はい、先週末振り返ったらでかい台車の手すりが目の前にあり、顔面強打し、メガネのレンズを傷つけへこんでます。でも気を取り直してビートルズのルーフトップライブ見てきました。で、ルーフトップつながりで、レイジー、自分小学生の時松戸の伊勢丹のエントランスで演奏する姿を見ました。へえ、それは見てない。あ、そうなんだ、そこだったらいけたな。そうか、ちょっと何十年も遅いよ教えてくれるのが。すっかり記憶から抜け落ちてたのがアニソンビッグスリーのライブで、影山博信さんが MC で触れていて思い出した次第です。そうなんだね、子供の頃行ってもね覚えてないよね。私だって池上紀美子さんが新宿の伊勢丹の屋上で
池上紀美子さんじゃない、うちのおじさんが歌う時の前座でデビューしたばっかりの池上紀美子さんが歌ってたことがあって、なかなかの歌唱力で覚えてたんですけど、記憶に残る歌唱力で、それから多分歌は出してないと思うんだけど、それもね、小学生ぐらいだったんでね、そう言われてみればで思い出したんですけどね、その頃のことなんか覚えてないよね。また今度でごめんなさい。それからあれ、ちょっと待って、準備しなきゃ。これね、かける曲があるんだ。これ、うん、ベーシーローラーズのリクエスト、これはプリン2号さん、バイバイベイビーだったんですが、ごめんね。私は先週末から大雪の雪かきでちょっと腰が危険な感じです。やっぱり今年の大雪は今までに経験したことないですよ。そうか、北海道か。今日はベーシーローラーズかかるんですよね。嬉しい。私はちょっとだけいたパートマグリンが好きでした。パートマグリン好きの方々です。この後のメールは、はい、イギリスに行って彼と結婚するなんて夢みたい。わかるわかる、これはすっごいわかる。バイバイベイビーリクエストだったんですけど、でもう一人、タイピエンコちゃん、パットマグリンですジャパンに乗り換える2年前まで2年ぐらい夢中でした、熊本市の水前寺体育館でコンサートがあるというのでチケット販売に徹夜で並びました。厳しい高校だったので、もし先生に見つかったら停学になるかもしれない、保護者と一緒なら大丈夫かもと思って父に車で送ってもらい、そのまま車で待ってもらったところ、夜8時頃から翌日のお昼頃まで待たせることになりましたが、はっ、文句も言わず待っててくれました。すごいな、頑張って並んだ甲斐があって前の方が帰ってめちゃくちゃ感動した10月のコンサートでした。これはすごい、お父さんも頑張ったね。翌年の高3の夏休み、今度は友達と2人で大阪と東京の日本武道館までパッと見に行ったんですよね。大阪だけで帰るつもりだったのに思いつきで東京まで行こうとなり、すごいな、行き当たりばったりの今思うと無謀な旅でしたが、なんとか無事帰宅。スマホがない時代でかなり親に心配されて捜索願いを出される寸前だったそうです。優しかった父は私が23の時55歳で亡くなり、親孝行の一つもできないままで今もパットマグリンとセットになって切なく思い出されるのです。あースコッティーズ、思い出のサマータイム、これスコッティーズは持ってなかったな、ごめん。なんかいい話だね、お父さんね。そしてベスティーローラーズもう一つ、ロコさん、日曜日まで出勤停止中です。陰性なんですがね、今日は PCR のリクエストを受けて、リクエストを受け付けてくれるんですね。私は小学生の時に初めてバイバイベイビーを聞き、ベスティーローラーズの大ファンになりました。エリックが大好きでした。エリックだ、こっちはポスターに注意して泣いてました大人になったらイギリス人、スコットランド人だと知らなかった、と結婚しようと心に決めていました。イギリス人だって思うもんね母にもイギリス人と結婚しますと宣言したのは12歳の時、母がポツリと体壊すよと言った、その意味を知ったのはセックスの存在を知った時でしたそういう意味かな大人になりイギリス人と舌が体は壊しませんでしたそんなロコさんのリクエスト、イエスタデイズヒーロー、じゃあこの曲かけたいと思います。田中ちゃん部長が先週無事に復帰され非常に喜んでおります。田中ちゃん、ありがとうございます。さて僕ももう62なんだし、はい口になんだし、何、いつまでもうんこの話じゃ死んでも死にきれないので死んでも死にきれないので、今回で最後の運話よ、最後の運話、よろしくお願いします、はい、前にも書きましたが、うちのトイレは和式水洗の上に洋式の便器を乗せたやつで、用を足した後ブツの様子を確認することができます。ですから
物が立つというような普通のトイレでは体験できないことが起こるのですが、ある日のこと、いつになくスムーズに用たし、確か今日は3本だったなと物を確認したら、長いのが1本、短いのが2本、それが重なり合ってちょうどひらがなのもの形をしてました。あとそれそれまでにも結構惜しい形はありましたが、どう見てももというのはその時が最初で最後でした。どうも何辛いものもじゃなくて、なんか家族からは、普通の洋式トイレに改装しようよと何度となく言われていますが、僕が堅くなに拒み続けています。その理由はこんなに楽しいことが時々起こるからです。水場はリフォームも高いからね。名残惜しいですが、僕の運話はこれにて終了です。お食事中の皆様、本当に申し訳ありませんでした。これで最後ですのでご容赦ください。さて、今日の特集はモンキーズ、フェイティローラーズなどとか、どちらも大好きですが、ベスト1曲となるとやはりモンキーズのデイドリームビリーバー、リクエストお願いしますということで、田中ちゃん、あれだよ、今度モじゃなくてムーにチャレンジして。ムーだったら、写真送ってくれてもいいです。さあ、日本全国7時になりました。7時だよ、後半に行きたいと思います。リュウイちゃんです。今週のテーマ、あなたとスケートですね。ミカボブちゃんはかなりのスケートテクをお持ちのようですね。小学校の時にスケートはやってたんだよ。実はやってたというか、ちょこっと遊んでて、金町の、今もうないんだけど、開けちゃって綺麗になっちゃった方のところに、あがりだってところに、マルコっていうところが、ゲップ屋さん、今考えたさ、丸いみたいな感じのがあって、そこのね、スポーツ用品店かなんかでね、おばあちゃんがね、ゲップでスケート靴買ってくれて、それで後楽園の黄色いビルだったかなに練習に行ってたことがある。だからもうでもできない。子供の頃はそこそこできた。そんで、私は足を交差してのカーブとバックができます。あ、すごいね、龍一ちゃん。早くは滑れませんが、手すり磨きは小学生の時に卒業しております。旭川出身の友達直伝でスケートを教えてもらいました。今まで一番氷の良かったのは軽井沢スケートリンクです。夏に滑った記憶があります。さすがにジャンプとかできませんが、熊本では普通の人よりは上手に滑れると思います。へえ、あの動画アニメの部長には勝てません。あれはアプリで、ベイスティーローラーズの青春に捧げるメロディーをリクエストだったんですが、ごめんね、リュイちゃん、ごめんなさい、また今度リクエストでした。それからこれはね、コータ88でリクエストね、頭脳警察。頭脳警察、パッて見て、あの亡くなったハードディスクの中に入ってたとか思って、あーって思ったんですけども、葛飾 FM に頭脳警察はないだろう。ないわ。あとさ、なんだっけ、そういう系は多分ないと思うよ。もっとこう素敵な柔らかい曲が多いので、せいぜいタイマーズが限界じゃない。ビートルズのゲットバックルーフトップコンサートを見に行ってきました。見に行った劇場は平日の夜の8時過ぎにもかかわらず満席御礼な状態。もちろんコロナ対策で一つ置きの席順でしたが、客層はコアなファンが来ているのかと思っていたのですが、案外年配の夫婦連れとかが多い印象。あー、なるほどね。でルーフトップのライブシーンは折に触れてこれまで何度となく見てきましたが、やはり見るたびに印象は違ってきますし、これまでと違うアングルやライブ後の未公開シーンが見れたのは良かったのですが、今回はライブ中の爆音を注意しに来た警察官のシーンがなぜか印象的で、スタッフにのらりくらりとかわされたり、注意しても演奏をやめないビートルズたちにうんざりしているシーンなどを見ていると、なぜか警察官が気の毒な印象を受けました。年を取ってくるとさ、やっぱり警察官側のね、
見方とかいうのもできるようになってくるよね。わ、分かるなこれ。若い頃は半顔びいきだったことも手伝って警察帰れって気持ちで見てみましたが、あ、そうだね、今回はあんまりそんな風には思わなかったかな。まあ僕も年を取ってきたし、見る年齢によって見方も違ってきたのかもしれませんね。そんなことって結構ありますよね。あるある。うん、頭脳警察ふざけるんじゃねえよだったんですけどごめんね。そうか、なくなっちゃったハードディスクの中に頭脳警察があったそれから、これもねなかったんだけど、 SS109 デビットボーイのアズザワールドフォールズダウン、これうちにもなかったんだよな、ごめんね。ちょっとこれ探しておく、見つかれば、うん、また今度リクエストです、ごめんなさい。そしてこれ、これはねパンダのぬいぐるみを抱いて寝るみーちゃんをハリズムこもしたロッキンロッキンワニチンコ言っちゃったよ、桜のババなりっこりん。なさまかわいいパンダのぬいぐるみは小僧ちゃんのって言ってたけど、本当は部長が抱いてるんでしょう。だからうちの小僧のぬいぐるみだったの。あの上野動物園に行った時にうちの子供をねパンダ見れてないの。あのパンダがちょうどいない時にあの遠足だったのね。だからレッサーパンダしか見てない、本物のレッサーパンダしか見てなくて、その時にうちの母に買ってもらったあのパンダのぬいぐるみがあの写真のこんなベタって寝転がってる上野動物園のパンダのぬいぐるみです。かわいそうなんです先週は部長の復帰初戦だったけど、仕事しとったバッテンなかなかツッコミ入れられず悶々としとった場合、バッテン1ヶ月以上のブランクを全く感じない毒舌の部活で安心したお今日はお家におるけみーちゃんの声でギンギラしちゃうもんギンギラしなくていいから。カツエフにも音源があるザ・辛いもの楽曲が今度全国のジョイサウンドで歌えるようになるらしいですよ。あ、そうなんだ。へえ、差しより駅がないが入るらしいです。コロナが収束したら軽音部のカラオケ大会ばやってみんなで歌いたかね、部長ギブミーチョコレートということでね、なりこちゃん2022年版の番組表とミカボー手形付きステッカーちょうだいな。あの番組表変わんないから春になってからのがいいと思う、これ、4月から改編になってから番組表を送るようにします。私いないかもだけどねうちの番組があるか分かんないかもだけどねということなんでなかったらスタッフの小安ちゃんに頼んどきますあのなりこちゃんに送っといてあげてください、ステッカー書けないんですけどサインがみたいなね感じでよろしくお願いします。何盛り上がってんだよって番組なくなっちゃうっつってんのにって、なくなっちゃうって言ってないよ、なくなっちゃうかもねって言ってるだけだから、ね、それから、カレーパンちゃん、なりこちゃんのリクエストこれね、コメコメクラブかけます。それからカレーパンちゃんがね、三河部長パシリの皆さんこんばんはなんか手下とかパシリとかコロナワクチン3回目の接種が始まっていますが、私は2回目が10月ぐらいだったのでまだまだ打てません。桜が咲いてる頃になるかな。引き続き部長もオミクロンのやつには気をつけてください。で何曲かリクエストいただいてますが、カムフラージュ柏原芳恵をかけたいなと思っています。ということで2曲続けてお届けいたします。さあ、なりこちゃんのリクエスト、あたいのレディーキラー、それからカレーパンちゃんのリクエスト、カムフラージュ柏原芳恵をお届けいたしました。焼きそばさん、うちの社員の一人が濃厚接触者となりってのは話をしましたが、陽性となり急遽全員で PCR 検査、全員陰性でしたが、あ、別に濃厚接触者とは言ってもブチューブチューもみもみではありませんが、ラフティさん元気かなね、元気かね懐かしいね、急に焼きそばさんねえ、そんなこともありましたね。ラフティさんね、元気ですかね。これはね、ピースケこと浦和のうなぎ日記、部長こんにちは。体調はどうですか。昨日は雪だった
し、まだまだ寒い日が続くからあんまり頑張りすぎないでのんびり楽しくね。俺は最近は以前よりラジオの時間が減って本を読む時間が増えてます。さちみさんと一緒だ。ちょっとやっぱりネットもさ、ラジオもそうなんだけど、ネットもさ、疲れるというか、あ、めんどくせえなって思ってくる時があって、そうすると本読んだりとか、病院にいた時にね、入院してた時に、前も入院してた時にそうだったんだけども、ほらラジオ怪我とかだと意外と内臓じゃないと、ラジオとか聞いててもそんな感じはしないのかもしれないけど、結構ね、内臓と切ったりとかするとね、疲れちゃうんだよねなんとなく。なのであんまり疲れないアニメ見てたりとかさ、漫画読んでたりとかさ、病院でしてたんですけど、まあラジオも聞かなかったんですけどね。何なんだろうあれ。多分私の声もそうなんだけど、病院で聞いてると疲れる声とかあるよこの番組は多分ね、入院中やめた方がいいと思う、聞くのはだったと思うんですけどね。本とかいいと思います。少し前からファンタジー系が面白くて、その流れから児童書も読んでるんだけど、これが楽しいのよ。なんか自分まで綺麗な気持ちになれるような気がして、子供の頃から小説読むのが好きなんだろうね。あ、そういう本読むのがこう子供の頃身についたことな、ずっと本読みますよね。うちの子供は学校がそうだったんで、小学校中学校が三郷市は結構うるさいんだかなんか知らないけど、もうブックバッグっていうのをこう学校の机の横に下げさせられて、本をすっごい本読んで、もう授業が始まる前にまず本、ホームルーム始まる前に本とか、なんかもう絶対本、すごい1年でどんだけ読んだかのあれみたいな感じでね、すごい読んでた。だから今も本読むのは癖になってるみたいなんですけどね。うち旦那も子供も本が好きで、だから本家にいっぱいあったりとかするんですけど、あんまり私がね活字を読むより映像を見る方のがいいとか、だけどあんま YouTube はとか見ないんだけど、映画は好きだけどね、喋っちゃう方が早いとかねまあいいや、そんな、浦和のうなぎ日記ピスケなんですけども、トラックの運転手やってた頃から、荷下ろしや積み込みの待ち時間に本読んでた。部長が今楽しく思えることがあったら教えて。嫌なこと忘れて没頭できる時間っていいよね。今楽しく思えること、最近ちょっと考えたのは、この間平野レミさんの包丁を買ったんですねそれがまた切れるのよ。あ、宣伝するわけじゃないんだけど、ちょっと最近ね、料理に目覚めてて、あ、目覚めたわけでもない、ちょっと頑張ってて、今日も来る時に学校が休みだったもんで、親子丼かなんか作ってきてやったんですけど、それはいいんだけど最近思ってんのは、一時うちの子供が受験でずっと塾通ってて、塾に車でね、毎日 毎晩送り迎えをしてた頃があって、 2、3年前だから高校受験の時、その時に一時、まあちょっと忙しいんで無理なんでつって、知る人ぞ知る腹話術をやってたんですよ私は。でそこが通いきんなくなっちゃって、時間が取れないってんで、先生もね知ってるんですけど、いまだに Facebook とかもつながってるんですけども、ちょっとまた時間ができたから腹話術やろうかなって先生とかをちょっと戻してくださいって言って戻ろうかなって、少しちょっとそれを少し考えた。でもどうかな、初心者コースからスタートするかなって、ちょっと考えました。そんな感じそんな感じです。でピースケリクエスト、ブラックキャッツロカビリーブギーだったんですが、また今度リクエストです、ごめんなさい。そんな感じです。はい、最近ねちょっと考えたラジオネーム、バルコよ、
ミカボ部長と皆さん、ケイラジ版はバルコだがねいやちょっとウフまでいかなかった。今年はスペインは観測史上初の暖かい1月を記録したそうです。そうなんだ。朝は2度とかでしたが、昼間は20度とかになってましたから、その代わりといってはなんですが、東京や北海道は大変ですね。北海道は大変よ。東京結局そうでもなかったけど、ね、てか部長、金曜日無事に葛飾にたどり着けるのかしら。大丈夫、全然大丈夫だった。きっとジープなら近所の子たちが作った雪だるまも蹴散らしながら大丈夫ね。でリクエスト CCB スクールガール、この後かけたいと思います。バルコちゃんのリクエスト。それから、これはね、親島、親島だよ。おーちんちんって書いてあるの。これ部長、部員の皆さん、葛飾 FM の皆さん、今週の活動もよろしくお願いします。本日はお休みなので息子と一緒に過ごしていました。東久留米へ行ったり、新宿へ行ったり、秋葉原へ行ったり、ラジバンダリー、鉄道模型を見たり、豚骨ラーメンを食べたり、ラジバンダリー私の PC の画面にブルスクが現れましたが、なんとか復旧しました。しかし通信機能が失われてしまい、ネットにつながりません。それはやばいなねえ。部長の念力で直してください。え、嫌なことですか。ごもっともですそりゃそうだ。これちょっとブルスクか。リクエスト、昨日の降った雪で思い出しました。子供の頃の雪の朝で始まる名曲おーちんちんか、 TM レボリューションのホワイトブレスをよろしくお願いします。ラジオネーム親島のリクエスト、TM レボリューションスクールガールと2曲続けてお届けしたいと思います。ミカボ部長、タカツーでございます。どう悪態つけるようになってきた。部長はズバッと切られたいからさ、部長にはズバッと切られたいからさ。そんなわけで今夜はヒロシのテーマ、ガラスの部屋をよろしくねって後ろでかけています。タカツーなんだこれね、笑える。ちょっとヒロシ風に入ってみました。八ヶ根ライス部長、系友の皆さん、こんにちは。今週もうっかりしっかり聞いています。広州風になっちゃう。いろんなところで雪が大変なことになってますね。お気をつけください。先に断っておきますが、決して私のせいではありません。ロカビリーが未だにオールデイズとの違いが分かっていない八ヶ根です。ビリーといえば、ビリーザブートキャンプってどこ行っちゃったんでしょうか。当時はガチで DVD が欲しかったけれども、激しい運動に応援をされても、ビリで応援といえば我が子の運動会、いつも最下位でしたが、ビデオに長く映るから親孝行だよって励ましていました。そんな我が子も一度だけ一等を取ったことがあるんですよ。熊本の某有名百貨店のハイハイ大会で。しかし興奮をしすぎた父は、ビデオの録画ボタンを押し忘れるという痛恨のミスを。ああ、まさに興奮に興奮。今週のまた今度、一節リクエストはバレンタインキッスをお願いします。部長の指令通り、滑るダジャレを盛り込みました。やつがね。なんだこれは。すっかりヒロシのテーマに乗ってしまいました。オールディーズとロカビリーの違いは、まあウッドベースを弾いてるか弾いてないかそうやって思えば一番早いかなと思います。はい、やつがね、ありがとう。リバティのたっちゃん、昨日の大雪警報があったので早めに配達先に行きましたよ。千葉県船橋市に行ってきましたよ。6時ごろ雨が降っていただけまし、いただけでした。仕事には影響ありませんでしたよ。部長はどうでしたか。
なんかみんなそんな風になっちゃったんだけど。リバティのたっちゃん、リクエストは、ユーミンのブリザードをお願いします。今ツイッターの方でカーコさんが、私をスキーに連れてってを見てスキーを始めたって、もちろんストックに鈴つけてたって。私はね、車に耐えあれだよ、ストップウォッチにぶら下げてた。そっちかいみたいなね。車にストップウォッチぶら下げてましたね、はい、そんなの使っちゃよくないだろっていう感じなんですけどね。これは多分ね、息子島、今夜もよろしくワールド、いろいろ違う、本日は歩き回って疲れ果てたのでこれにて帰りの最強戦で寝ます、おやすみなさい。一番若いじゃないか、息子島疲れ果てたとか言って。ありがとう。それから、これはね、愛知の青空ちゃん、部長、部員の皆さん、ワンバンコ、体の調子はいかが、世間は3連休とやら、部長は何をしますか。コロナ禍でどこにも行くわけでもなく、オリンピック見ながらラジオ聞きながら家でけん玉をやってます。けん玉は流行ってんのねえ。4級がなかなか合格にならないので土曜日また検定やります。あ、検定があるんだ。部長、良い運動になりますよ。やったことありますか。昔ね、学校で流行って、どこの学校だ、小学校かな、で流行ってやったことがあるな。うん、けん玉部員もあるくらい。へえ。お昼のラジオ番組で流行ってます。あ、そうなんだ。ストレス発散にどうぞ。へえ。リクエスト、ロマンス、また今度一節リクエストで部長も歌っていいですよ。カラオケ行きたいな。始まったらプシュと飲みながら聞きます。今日はカレーです。カレーは豚肉、牛肉、鶏肉、どれですか。うちは娘が牛肉あまり好きじゃないので、あ、得意じゃないので、豚肉か鶏肉です。うちも豚か鶏だな。うん、あのひき肉の時もある、キーマカレーみたいな。ではラタマイシュー、愛知の青空ちゃん、ありがとうございます。それからポムポムちゃん、部長、部長の手下の皆さん、こんばんは。 BCR 系曲と曲名が一致しないので勉強させていただきます。今日は火曜日ですが、あ、火曜日に送ってきたね。木曜日雪どうなるでしょうね。大雪でないことを祈ってます。なんとなくこの辺は大丈夫でした。和田アキ子リクエストだった。古い日記家の鐘を鳴らすのはあなた、ごめん、また今度リクエストです。雪がね、本当に今回は、今回はこの辺はそんなでもなかったんですけどね。よし、これいこう。ナイトセーバー、今週もよろしくお願いいたします。今日はジャワカレーの中辛です。カレー多くない、今日ちょっと。なんかねえ、私は RV 車には一度も乗ったことないのですが、ジープの操作性はどんなもんなんですか。やはり高速は横風でフラフラしますか。どうだろう、フラフラしないよ全然。うん、全然しないよ。どちらかというとこう横幅の広い、こう普通のジープよりも平べったい感じなんですけどね。うん、月曜、あ、今度の月曜日に入院するんですけど、ジープ台車が来るんだけどさ、台車乗れるかな、ちょっとドキドキなんですけどね。でリクエスト、フィル・コリンズ、恋は焦らず。タイガ、三河部長と全国からお集まりの愉快な手下の皆さん、こんばんは。皆さんのところは雪大丈夫でしたか。こちらは長野県内でも比較的雪は少なめのところですが、昨日は久しぶりの大雪でした。うん、早朝から降り始めて夜の8時か9時くらいまで降りました。午前中出勤前に私が1回、午後は姉が2回雪かきしてくれました。1日に何回も雪かきしたのは何年ぶりだろう。雪かきしなければ積雪量は軽く30センチは超えていたと思います。30センチ、これはちょっと大変だな。夜10時に仕事が終わって帰宅するときは雪は止んでいたんですが、雪道の運転は怖い。うん、時速30から40キロのノロノロ運転でなんとか無事に帰宅できました。今日は晴れているのでかなり溶けると思いますが、今夜の路面凍結が心配です。あ、そうか、帰りだ、心配なのは。そうだね、ね、
てリクエスト冬物語決め石だったんですが、また今度リクエストごめん。先週の放送後疲れは大丈夫でしたか？寒いですし、まだ体調も万全でないと思いますのでご自愛くださいませ。タイガーありがとうございます。意外と平気だったかな。うん、だからね、結構大丈夫だったんだよ怠けてたの、体が怠けてたのかもしれないね。そうか、今日の帰りね、それは気がつかなかったな。夜が冷えるとね、凍るからね、家の前は凍らないようにがっちり朝雪かきしたんですけどね。そうか、それが怖いな。ありがとうございます。気をつけないとね。前回の雪の時に警察の前で、あ、うち家から出るとすぐ警察なんだ、警察か交番なんだけど、交番の前でくるっとか言って、ジープ別にジープだからってね、大丈夫じゃないまあその時四駆にしなかったんだけど、四駆まだ使ったことなくて、その時はうちの旦那を迎えに行く時に、さ、病院の前と交番の前で2回ぐらいお尻振ったからね、こう逆反切ってもうで、あーとか久しぶりにやったなとか思いましたけどね。はい、そんなことがありました。さあ、メールあと一人なんですけども、闘牛士のマンボウです。はい、積もった雪を溶かしたいから今日はジープ洗車してくれたんでしょ、ミカボウ部長ワンバンコ今日いい天気じゃないかよ。あ、今日洗車してない闘牛士のマンボウです。去年の年末からバウンドテニスの練習前に千葉の和食とカラオケやってる店で人から三昧です。一人でね、その店ダム精密採点で下3桁ゾロ目なら1,000円、下2桁ゾロ目なら500円の食事割引券くれるってんでチャレンジすると毎回出まくり。ああ、そう、へえ、下3桁、あ、今回のは出てないのか。高得点じゃなくてもいい、1時間380円で1000円もらって本当にいいんだろうか。あ、そうなのねえ、へえ、それはお得だね。そろそろ水曜日の番組みたいにできんかな。水曜日の番組できんなの、何何なんかやったのへえ、で何、電目見てたら、あ、夜明けのマイウェイがリクエスト、パル。これさ、昔さ、ドラマで、そうだよ、ドラマのやつだよ、今思い出した、桃井かおりのレストランのやつだよ。そうそうそう、知らないかな、みんな40年くらい前なのによく覚えてたとびっくり。歌ったやつ、これ点数が書いてある。小笠原愛ちゃんの曲を歌ってるよ河合奈保子85点、松原美樹86点、すごいね。本田美代84点、小笠原愛ちゃんの曲だけ77点練習しろで、夜明けの前上90点、すごいね、マンボウ。へー、夜明けのマイウェイ、この曲、エンディングでかけたいと思いますそうかね、ちょっと小笠原愛ちゃんの曲チャレンジしたのはいいけど、77点ってこれちょっと載せるべきじゃなかったな、私に。これ言っちゃうからこういうのはこういうの喋っちゃうんで、これは載せるべきじゃなかったなマンボありがとうございます。エンディングかけたいと思います。そんなわけで、もうそろそろエンディングの時間になってまいりましたが、来週はメールテーマ自撮り、自分で写真撮るやつ、自撮り。多分来週の写真を見ればわかると思うんですけども、メールテーマは自撮りです。はい、で送ってきてください、なんか自撮りネタ。はい、いっぱいあるんでしょ。でも撮らない、男の人は撮らないかな、女の人も。でもそうだな、若者じゃなきゃ撮らないかな。私なんかほらね、プロフィールとかさ、なんかなんかね、番組のであげるときにさ、
自撮りしときゃいいかってめんどくさいがネタがないときはとりあえず自分撮っとけばいいかっていう感じでやってたんですけどね。そんなわけで今週もバタバタしましたが、そろそろエンディングの時間でございます。今週もメッセージリクエスト、それから聞き戦ツイートの方もありがとうございました。この後8時からミカさんのウェイトゥーゴー、そして9時からは、マンボが77点の小笠原愛さんの葛飾には愛があるです。続けてお楽しみください。それではまた来週金曜日の6時に軽音部でお会いしましょう。エンディングはマンボの、小笠原愛ちゃんの曲が77点のマンボのリクエストの夜明けのマイウェイです。それではまた来週、さようなら。